はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。おいおいつうことで、本日はですね、刑事に物申すということで、いや、花の刑事じゃないです。ギャンブルしないんで。感じなんですけれども、刑事新しくね来るんですよ。で、まあこれが何なのかっつうと、まあリミ武器を入手すると刑事っていうアイテムが新しくガチャで獲得できますよっていう。で、既存のアイテムムーンとは異なり、2回目以上の入手時じゃなくて初回入手時にも獲得できます。まあ例えば新キャラでリミキャラが出ましたっていう風になった時にガチャ引いたらこれが出てきますっていう感じ。うん。で、まあ刑事は6属性あって各属性のやつが手に入りますよっていう風になってるんですよ。そう。で、まあこれが、どういう風に使われるのかっつうと、まあリミ武器の覚醒。うん。まあ旧世代のリミ武器、昔一線を風靡したけど、まあ今あんま使われないよねっていう風に言われてる、まあ武器たち。まあ例えばだけど具体的に言うとミュルグレスとか。うん。そのあたりかな。まあそういったやつらが覚醒レベルついてるよっていう話、ね、覚醒レベルがついて、でまあその覚醒に刑事ってやつが必要だよっていう話だな、うん、まあで、まあ他にも、自分の LB の、上限値を上げることができると。 LB 強化回数の上限値をまあ最大まで10個上げることができる、今現在だったらクオンの指輪でしかできないようなことができるようになりますっていう感じかな。このリミットボーナスクラス、まあ今38まであるけど、まあこの38まで触れるようになるみたいな。じゃあこれ、このサラーサに使ったら48までプラス10触れるようになるっていうような感じですかね。はい。まあそんな感じで、覚醒レベル8はまだまだ覚醒8か。うん。まあそういう感じの、構成なんですけど、俺が物申したいのは、ケイジ君に物申したいのは、一つ。これね、これを追加した際に、言われてんのが、なんか図鑑分の、リミ武器の分のケイジを渡しますっていうやつなのよ。まあ例えばだけど、要するに、まあここら辺で、闇のリミ武器が出ました。あなた出てますね。じゃあ簡単なやつで言うと、はるまるですね。あなたこれ持ってますね。じゃあ1個っていう話。今後は、もうこの出るたびに1個1個。また出たんだ1個。また出たんだ1個ってなるんだけど、最初だよね。最初は1個。図鑑分。うん。これがね、俺ちょっと物申したいんだよな。これ、なんか、ムーンの時の対応と同じようにしてほしいっていう感じかな。昔の対応と同じようにしてほしいっていうのが、これ、俺の物申したいポイント。うん。で、まあ、既存のアイテム、ムーンとは異なり、2回目以上の入手時だけでなく、初回入手時も獲得できますよっていう風に書いてあるように、まあ、ムーンと似たような同系統のアイテムですわな、気持ち的にはなっていう、出し方をしてるなら、俺は正直ここに関しては、なんだろう、なんかムーンと同じように、ムーンって、もはや覚えてない人もいるかもしれないけど、ムーン実装時は、あれだったんですよ。ムーン実装時は、昔のガチャ履歴とかを、こう、参照して、こんぐらいですよ、ズダダダダつって、ムーンが500個ぐらい、ポーンみたいな感じでもらえた記憶がある。確かそうだったんだよね。で、まあ、じゃあなんで今回図鑑だけなのかなって、俺は思ってる。そう。なんで今回は図鑑だけなんでしょうかと。ムーンと同じように、なんか過去に遡って刑事くれてもよくれっていう風に思っちゃった。ていうか、寂しい！なんかこの、じゃあ、あなたの図鑑参照します、ポーン！うん、みたいな感じで言われるのは少しなんか、寂しいというか、俺がケチなのか、これは。なんか、なんか図鑑でもらうのも嫌だな。なんか、おじさんだからかな。温かみがね、やっぱ手書きじゃないから、ほら、やっぱ手書きで刑事をね、手書きで刑事の履歴書をちょっとやっぱ書いてくれないと、温かみってもんが、図鑑っていうのはやっぱ、あれだよね、プリント、インターネットのね、プリントしてるみたいな感じで、なんか履歴書をプリント、インターネットのね、プリントして提出するのはちょっと温かみが足りないというか、いや、まあ冗談はさておいて、結構なんだろうな、なんか寂しくなったこれ。
これ寂しくなりました、俺の意見だけど、うん、なんか図鑑ですって言われたら、お前はデータみたいなお前はデータドーン、少し私は寂しくなりましたね。刑事な、昔ムーンの時大変だったんかな。ねえ、ムーンの時に大変だったから刑事はそういう対応になったのかわかんねえけど、どうなんでしょうね。現状で言うと必要、まあそんなに、まあ、いや、でもじゃあこれが今後まかり通ってしまうなら、今後じゃあガチャに新しい要素追加されましたよって考えると、回さん方がいいよな、ガチャ的に。じゃない？だってさ、ガチャ結局こういう新要素来るんだったら、もうコンテンツ溜まった後にガチャ回した方がいいわけじゃん。まあそう言ったら差し入れまで何もやんないんだけど、なんかガチャを回さない方が幸せなのかな、みてえな。なんか言い方むずいな。うん、なんつうんでしょうね。まあ俺もそんなに最近ガチャ回してねえけど、まあ、なんかこうなったら、まあ今後ガチャもこういう風に追加されて、じゃあその場合は図鑑処理されます、図鑑分のなんか訴求しますってなったら、まあ辛い。まあ結構なんかツイッターとかではそういう話があるみたいなね。まあ俺もそれは思うわ。うん、強化要素っていう概念は嬉しいから、まあ、このリミ向きの覚醒とかは俺は正直嬉しい。ここまず大前提で言うけど、そう、ここまず嬉しくて、まあ、あのキャラ LB の上限解放とかはまあなんかおもろいことできるかなみたいな感じ、うん、なんだけど、まあ、じゃあそこでこの解放に必要な刑事です、ガチャに関係ありますってやつがこういうこの対応だったら、俺は少し寂しいかなと思った。寂しいかな。だから、まあ、俺の要求としてはムーンの時と同じように、今まで引いた分今まで引いた分を欲しい。うん、強欲かもしれん、うん、大変かもしれん、でも欲しいな、なんか寂しいなと思ったという、まあそんなうん、話でした。まあちょっと意見聞きてえわ、これに関しては俺はそう思う、うん、まあ、みんなは、まあ、別にそういうそんなのなんかお前のただの強欲だよっていうのもまた一意見だと思うんで、まあちょっとなんか意見あったらくれや。はい、俺はちょっとそう思ってます。モノモーシチャンネル、刑事花の刑、 CR 花の刑事に対してのモノモーシチャンネルでした。はい、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。